今欲しいものは銀の盾。どうも熊五郎さんです。本日のジャンクはこちら、じゃん。前回交換したノートパソコンのバッテリーです。パソコンから外した時の状態ってこんな感じだったんですけど、パンパンですよね。で、動画のコメントで袋が膨らんでて、セル自体が膨らんでなければ再利用できますよみたいなコメントがね、何件かあったんですよ。で、おマジかと思ってちょっと切ってみたのね。ここね、ここと、あとここをね、まあ、カッターで刃を入れてちょっと切ってみたんですよ、この袋だけ。そしたらね、バッテリーのセル自体はね、ほら膨らんでないんだよね。要は袋が膨らんでいただけ、まあ、ガスが発生しちゃってたんだろうね。ここに空気穴開けて空気をこう追い出したら、セル自体は膨らんでないんで、まあ、これがその再利用できるって言ってたやつなのかなと思って。お兄さんの動画の視聴者って基本 100% アンチなんで、まあ、そういう誤った情報でお兄さんの命を狙ってるっていう可能性もあるんだけど、まあ、でもやっぱりストリートジャンカーとしては試してみたいよね。ということで今回はこのリチウムポリマーバッテリーをバラしてみたいと思います。真似しちゃダメだよ、やっていきましょう。はい、完全にねノープランで進めてるんで、ちょっと右往左往するかもしれませんが、やっていきましょう。まず膨らみは取れてます。ただね、こうピューってやるとね、アルコールっぽい匂いがすんのよ。なので液漏れとか何かあったら再利用しないです。そう、今もねなんか匂いするんだよね。リチウムポリマーバッテリーパックバラしていきましょう。まずこのシールを取っていこうか。うん、やっぱ匂いするなぁ。全面貼られてるね。ここ剥がすのやめようかな。ここにも貼られちゃってるから、引っ張るとね、この下のバッテリーの袋自体も引っ張っちゃうんだよね。やっぱ切ってこう。ちょっと怖いけどな。切るときに中に刃が入ったら多分本当に危ないんで、マジでやんない方がいいと思う。ここに基板がついてるね。うん、よかったね。やっぱ深く刃を入れるとこういうの切っちゃうんで、ストリップがついてますね。うん、ここに基板がついてる。この基板に用があったんですよ。はい、取れました。普通に BMS だねこれね。2セル用 BMS じゃない。こっち側のセルはこことここが接点、こっち側のセルはこことここが接点になってて、マイナスプラス 3.7、 ここもプラス 3.7、 7.4。 温度干渉はこっちしかやってないね。まあそんなに難しいことはやってないんじゃないかなと思うんだけど、すごいこれ溶接してるわ。基板に対して溶接してる。ちょっとテスターで測ってみようか。予想ではここがグランドじゃないかなと。で、これがプラス。当たりだね。プラス 8.5V。ここで 3.7。4.2 出る。4.26。4.26。そうね。こっち側のセルは温度監視されてない。なんかこれ多分単独で動いちゃうんじゃないかな。このまま。真ん中の白と黄色がわかんないけど、温度読み取り用かな。赤黒で充電してそのまま放電できんじゃないかな。そんな気がします。そうだよね、保護回路つけるんだったらパソコン側につけるんじゃなくてこっちにつけるよね。うん、多分ねこれ単なる2セルのバッテリーマネジメントシステムで、まあこう平たくするためにこういう3本線使ってるけど、多分これ中一緒なんだよ。赤3本黒3本一緒で、普通にこの赤黒から電源取れると思います。で 8.4V かければ多分充電してくれます。まあ試さないけど、そんな普通のやつだと思いますこれで。まあぶっちゃけ 7.6V 電源って使い道あんまりないんすよ。とりあえずね、お兄さんの部屋にはなかった。軍用ラジオが DC6V か 12V もしくは AC100。あと AC アダプター使ってる機器って大体 12V とかその辺だもんね。なので、取ります。結構怖いんだけどなぁ。うん、来て取っちゃう。あとこっちだねー。はい、取りました。
まあ、こっちの基板はね、いつか使う時用に取っときましょう。まあ、これでね、大容量リチウムポリマーバッテリー2個手に入ったんですけど、何に使うかって話じゃん。問題はそこですよ。何に使うんですか？ちょっとこれでモバイルバッテリーにしてみようと思います。これはね、パキ、おし。あとこれね。まずこっちのやつがね、USB の 5V 電源で動くんだけど、リチウムイオンバッテリーの充電制御と放電制御をする基板です。バッテリーが 4.2V になったら充電終了したり、あと放電も管理してくれて、多分 3V とか、その辺まで落ちてきたら出力をカットしてくれるっていう、まあ、バッテリー保護の基板ですね。で、こっちのやつはね、入力された電圧をちゃんとした 5V にしてくれる基板ですね。まあ、リチウムイオンバッテリーの出力ってこれを経由するんだけど、まあ、4V から 3. 何 V とか一定じゃないんで、それを 5V 一定にしてくれる基板ですね。これを組み合わせてこいつらをモバイルバッテリー化してみたいと思います。でね、このまま使うとちょっと怖いんで、こいつをね、再利用しましょう。これをカットしたいんだけど、あいつで切ろう。タックライフで、ちゃんと保護メガネしましょうね。とりあえず切ろっか。ここで切りますね、まず。うん。この耳が邪魔ですね。これも切っちゃおう。うん、こんな感じだね。こっちはスレスレまで切っちゃおう。これで一応バッテリーケースができたね。どういこうかな。まずはんだしちゃうか。はい、こんなケーブル用意しました。先ちょっと途中が向けてるやつね。はい、はい、こんな感じで一応ケース入りました。次はこいつをハンダ付けしましょう。で、付ける前に電位差を測りたい。なぜなら怖いから。 7mV。 本当かよ、信用できねえ。ちょっとちょん付けしてみるよ。大丈夫そうだね。これで一つのバッテリーになりました。1万ミリワットアワーだね、これで。ちょっと隙間開けたいか。どうしようかな。割り箸でも挟んどくか。いいんじゃないか。ほら、割り箸でスペーサーにしました。これでね、バッテリーが少し膨らんでも大丈夫。大丈夫じゃないんだけど大丈夫。で、次はこれです。バッテリーのプラスマイナスをここの内側ですね。充電端子はこっちでいいかな。で、バッテリーのマイナス端子はね、最後にする。怖いから。すごくやりづらいね。LED はついたね。爆発はしなそう。とりあえず配線はできたよ。ただ動くかどうかは知らんし、なんか一瞬煙出たから怖い。あと配線がね、このプラスマイナス逆なのがすごく腹立たしい。なんか USB 機器つないでみようか。じゃ、とりあえず電気が発生してるのかどうかテストしてみましょう。ほい。あ、ダメだね。反応してないです。もしくはロックがかかってるかもしれないんで、一回充電しましょうか。ちょっと充電してみるよ。来たね。充電完了マークかな。緑がついて、こっちが赤ついてるね。一回取るよ。うん、赤つきっぱなしになった。あ、来てるね。やっぱロックかかってたんだね。じゃあ電気が出るのかテストしてみましょう。お兄さんのゲームボーイアドバンス SP。 ほい。あ、充電してるね。 0.2 アンペア。充電ランプもついてます。ただね、
気のせいかちょっと膨らんできてますよこれ。ほら大丈夫ですかね、ちょっと膨らんできたんだけど、なんかねパリ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 って音がしてる。さっきここ膨らんでなかったんだけど、まあ電気は発生してるけどちょっと危険ですねやっぱりね。なんかちょっと第2子が生まれそうなんで怖いですねちょっと、まあ、そしたらこれ一回こうくっつけよっか、こんな感じでいいかな。とりあえず両面で止める。いやいいね、ワクワクしてきた。両面はね強い方を使います。でホットボンドで固めちゃおうか。うん、できました。こんな感じでいいかな。はい、リチウム爆弾の完成です。はい、今回はノートパソコンから外したリチウムポリマーバッテリーを分解してモバイルバッテリーにしてみました。今ね他のモバイルバッテリーを充電してます。ちょっと電圧下がってるけど 4.7V ぐらいで、まあ、0.6 から 0.7 アンペア供給してる状態ですね。まあ、このバッテリーマネジメントシステムがねあまり容量大きくないみたいです。肝心のバッテリーの方はもう速攻で膨らんでます。わかるかな、こんな感じ。まだ圧は弱いけどしっかり膨らんでますね。フィルムがさこう膨らんでいくとさこうパリッパリッって音がするんだけどさ、さっきからパチ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 言ってね結構怖いです。まあバッテリーの状態にもよると思うんだけど、一回ダメになったバッテリーは再利用難しいね。動いてはいるけど。そでこのモバイルバッテリー、まあ今お兄さんが普通に使ってるやつね、これが容量が 9700mAh で、まあほぼほぼ充電ない状態だったんで、どれぐらいだろう、1時間2時間かかるのかな。こっちのバッテリーを供給してバッテリーある程度使い切っておこうと思います。で出来上がったこちらのモバイルバッテリーは先着1名様でプレゼントいたします。嘘ですよ、ちゃんと捨てます、安心してください。そうね、膨らんだバッテリーは再利用するなと、そういうことですかね。はい、ということで熊五郎さん DIY では普段ジャンク品の修理やってます。こんな動画ですがまた見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あとなんか気軽にコメントください。それではまた、熊五郎さんでした。バイバイ。ということでね、今日はワッフルいただきます。卵と牛乳の優しい甘さ、ワッフル。いいねいいね、柔らかい系のワッフルですね。はい、いただきます。うん、美味しい美味しい、甘すぎない感じ。うん、なんかねこの周りの生地とクリームの量のバランスが絶妙で、このカスタードクリームはねもう典型的なカスタードクリームですね。甘さ控えめ、香りがいいです。お兄さんこれだいぶ好きです。うん、安い、税込み203円、2人で2個ずつとかでも十分だと思うよ。4つはねちょっと食べ過ぎ。はい、製造者、あ、はい、山崎製パン株式会社、さすがですね。カロリー456kcal、 やっぱね4個はいらないと思います。はい、美味しかったです、ごちそうさまでした。バッテリーは全然熱くなってない、こっちが熱いんじゃない。あ、そうだね、こっちの出力用の昇圧してる基板の方はね50度になってます。こっちが無理してんだね。じゃあまた次の動画で、バイバイ。